春節娯楽共演も開催いたします。ただいま準備を行っておりますので、今しばらくお待ちくださいませ。開演予定時刻となっておりますが、ただいま準備を行っております。どうぞ皆様、今しばらくそのままでお待ちくださいますようお願いいたします。改めまして、本日は横浜中華街春節にようこそお越しくださいました。私たちコカ・コーラセントラルジャパンイベントキャラバンが横浜中華街の春節をお手伝いして今年で15年目になります。今年も皆様と一緒にこの春節を盛り上げていきたいと思います。さてまずは、春節について軽くご説明をさせていただきます。春節とは旧暦のお正月のことなんです。2012年は1月23日が春節でした。この春節を祝って横浜中華街では1月23日から2月6日まで恒例のイベントを行っております。爆竹が豪快に鳴り響き、シンバルや太鼓、ドラの音とともに春節を祝う中国獅子や龍が舞う華やかな祝賀が、期間中は歌や舞踊の舞台、そして中国伝統芸能の演技などもあり、お祭り気分が盛りだくさんとなっております。ぜひ皆様、横浜中華街の春節を存分にお楽しみいただきたいと思います。それではね、ただいま、準備を行っておりますが、こちら山下町公園で開催いたします春節娯楽共演午後の部のプログラムをご案内させていただきます。準備ができ次第のスタートとなりますが、まず最初は、神戸からお越しいただきました神戸市立兵庫商業高等学校有志団の皆さんによります龍舞、そして獅子舞をご覧いただきます。また、領民企画、毎年恒例となりました領民企画の皆さんによります変面、そして横浜中華学校交友会国士団の皆さんによります華やかな舞踏を、また、領民企画の皆さんによります中国雑技、そして、本日最後のプログラムは、横浜中華学校交友会国術団の皆さんによります獅子舞をご覧いただきます。プログラムは3時30分頃までの予定となっております。どうぞ皆様最後までお楽しみいただきたいと思います。それでは、午後の部、開催に先立ちまして舘玲奈実行委員長より一言ご挨拶を申し上げます。それでは舘玲奈実行委員長よろしくお願いいたします。こんにちは、実行委員長の舘です。よろしくお願いします。今日は寒い中たくさんのお客様に集まっていただきとても嬉しく思います。1月の23日に春節を迎えて4710回目の春節を迎えることができました。で今日を見ていただくにあたってお願いが一つあります。上に立ってるお客様いっぱいいますよね。でお客様落ちたりしないようにしてください。であと柱とか壁とか触ってると思うんですけど、壊したら自己責任ですので気をつけてください。あと椅子に座ってるお客様いっぱいいますよね。椅子の上に立ったりは絶対にしないでください。写真撮るときもお互い譲り合って楽しく過ごしてください。とにかくみんな笑顔で楽しんでいってください。よろしくお願いします。舘玲奈実行委員長ありがとうございました。はい、皆様ね、ただいま の注意事項をしっかりとお守りいただきながら最後までお楽しみくださいませ。